自民党の茂木幹事長は、派閥の裏金事件を受けて行っている車座対話で、地方議員から処分内容に納得いかないなどと不満の声を聞いて、危機意識を新たにしたと語りました。大変厳しいご意見をいただいたところであります。 まあ危機意識というのを新たにしたところであります茂木氏は昨日名古屋市と静岡市で地方議員と意見交換しました参加者からは非常に処分内容に納得いかない人が多いもっとしっかりと党本部としても真相究明をしてもらいたいといった意見があり茂木氏は抜本的な改革を進めていきたいと応じたということですまた茂木氏は 政治資金規正法の改正について、できるだけ早く具体案を作り、この国会で成立を期していきたいと述べました。